主人様、この身が灰になろうとも。その覚悟、そのあり方、お前はキャスターの正しきマスターだ。許せ。魂のマスターよ、第二のレガリアの中で統合の時を待つがいい。第二のレガリア、正確には分割されたレガリアの破片か。統合は第三の破片まで揃えてからでいいだろう。お前の状態も安定している。今はまだこのままでいい。見えるか、今回の勝利によって私たちの得たものが。すでに私たちはセラフの 70% を蹂躙した。第三のレガリアを手にする頃には月のすべてが優勢の領域となるだろう。あのキャスターと、もう一人のお前が残したものでもある。残るものはある。そう思う程度は私にも許されるかな。お前には話しておこう。もうじきこの私は維持できなくなる。セラフの侵食が進み、統合されたレガリアを完全に破壊すれば未明領域の闇が明ける。そうなれば私はもはや用済みだ。月に食い込んだ涙の星、すなわち星船が自動的にムーンセル中枢へと降下し、完全に月を支配する。星船さえ自由になれば、こうして私がサーバントとして行動する必要もない。石室の私は、もう夢を見る必要もなくなる。いや違う、未明領域がなくなれば私は停止する。夢を見ない状態というのはつまりそういうことだ。お前たちは言うだろう、要はあれと同義だ。死人は夢を見ない。